皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、大岩龍一プロ、今、見させていただいてるんですけど、私がというよりも彼が高校1年生ですね、高校1年生の夏から見させてもらってるんで、今年で9年目かなぐらいになると思います。で、私がすごくやっぱりその彼とスイングを見させてもらうときに初めに伝えたのが、初めの3年間は全く結果出ないよということを伝えました。で、それがまず、当時はまだジュニアだったんで、親御さんも含めそれを理解していただいた上で、でのレッスンのスタートということだったんですね。で、なぜ、3年間ぐらいは結果が出ないよっていうふうになったかと言いますと、もともと持っているスイングを、そもそも僕はどちらかというと、分解をしていって、悪いところを直して、それでまた組み立てていくっていう、レッスンの方法を基本的には取っているんですね。で、そう考えていく上でやはり、初めの、2、3年っていうのは、どうしてもこうスイングを作っている最中になるので、どうしてもやっぱ結果が出ないというふうに、なっていくわけです。で、同時に伝えたのが、プロゴルファーを目指したいっていうふうに言ってたんで、プロゴルファーを目指してた時にどこのラインまで、どこのレベルまでのプロゴルファーを目指しているのか、例えばシードを取りたいっていうプロゴルファーなのか、それとも日本でトップの方で賞金を狙ったりだとか優勝いっぱいできる選手になりたいのか、それとも海外で活躍していきたいのか、海外のメジャーを取りたいのか、歴史に残るような人になりたいのかっていうところを、まず、本当学生の時からそれを話してたんですね。で、その、目標によってスイングを作っていくレベルっていうのは僕は違うと思ってるんですね。で、彼の場合は、その高校1年生の時に海外でのメジャーを、取ってみたい、取りたい、向こうで PGA で頑張っていきたいっていうことを初めから、すぐに伝えてもらったんで、もちろん向こうでやっぱり球が特に飛ばないとやっぱ戦えないっていうところもありますから、まずやっぱり、飛距離が出せられる選手になっていかなきゃいけない。それから、フェアウェイが狭かったり、ラフが、すごい長いんで、フェアウェイをできるだけ外さないような安定したスイング、これはやっぱり海外に、行った、今までの、すごい日本のプロゴルファーの方たちもやっぱどうしても遠くに飛ばしたい、遠くに飛ばすとどうしても振っていって曲がってしまう、曲がるから今度は曲げたくないって言って、意外とこうドライバーイップスっぽくなってしまったりだとかになってするか、なっちゃう方たちがやっぱり、僕もちょっといろいろ見させてもらって多かったんで、あ、やっぱりこれは曲がらないで遠くに飛ばせられる、じゃあ何だろうって考えてた時に、まず一つとして、クラブのですね、動かし方自体を基本的にはやっぱりちょっと遠くに飛ばすにはドローボールの方が球はやっぱ遠くに飛ぶと思うんで、ベースは基本的にはドローボールを作っていこうというふうにまず考えました。で、先ほどもちょっとたまたま来てレッスンしたんですけれども、フェードボールっていうボールに関しては、あと 1,2 年スイングのこのドローがもっともっとクオリティが上がって、球が曲がらなくなっていった時に、もっともっと安定していった時にフェードボールを作っていこうかなと。で、彼がその時に、もちろん彼の意思ですけれども、海外の方に行きたいって言ったその、ちょっとタイミングですよねに合わせて、やっぱ向こう行った時はやっぱフェードボールちょっと打てなきゃまずいんで、それに向けて少しずつフェードボールを進めていこうかなというふうに思ってます。で、ちょっと話は戻りますが、で、遠くに飛ばすにはまずそのスイングプレーに対してクラブを、先ほどもちょっと言ったように、ドローボール系の使い方でちょっとインサイドアウトに
ヘッドを3分の1個から半個ぐらいのインサイドから落として、ヘッド半個から3分の1個ぐらいのアウトに抜いてくるっていう、まあ、いわゆる物理的に、まあ、よくあるドローボールの、僕がまあすごく大切にしているドローボールの打ち方のまず軌道をまず作り上げていくってこと。それから、今度は、まあ、クラブフェースの管理、これも、クラブフェースというそのものが、まあ、開いてこう閉じるっていう人ももちろんそういう理論もあると思うんですけど、私はもう基本的にはちょっとシャットバックで上げていって、フェース面を変えないようにしながらフォロースルーも抜いていくっていうような、いわゆるローテーションをもう限りなく少なくさせていって、た方が僕はいいんじゃないかなと思ってたんで、それをまあ進めさせてもらったということ。で、このまあ2つが、まず、いわゆる綺麗な曲げないような球種を作っていくっていうふうに思ってるわけですね。で、あとはこう例えば引っ掛けたりだとかするタイミングとしては、まあ、少しこうキャストがこう速くなってしまう、まあ、いわゆるリリースがこう速くなってしまうと、これまた、まあ、球というのは左に飛びやすいわけですけれども、彼の場合はちょっとアメリカ志向があったので、比較的ハンドファーストの作り方も球を遠くに上げられるようなキャストのタイミングを、少しずつ少しずつ進めていったんで、彼の場合はどちらかというとこうちょっと高弾道系で飛ばせられると。で、まあ、今もちろんその高弾道ロースピンというのはもうすごく今流行ってるというか、まあ、多いとは思うんですけれども、結構もう高校時代大学入る頃には、かなりの高弾道で、ロースピンというボールをもう、ベースを作れてたかなというふうに思うんですね。だそこら辺がちょっとこう高く遠くに飛ばせ、高く球が上げられて、で、綺麗なドローボール、いわゆるハイドロー系のボールを打てられるようなスイングをまずは作っていこうということに考えてきました。で、あとはその球を曲げないっていうことで考えてた時に、彼の場合逆に曲がる要素として、まだあったのが、ちょっとこう振り余りがあるというか、振り遅れといったらまたちょっと語弊があるんですが、ちょっと振り余りがあるんですね。いわゆるこうトップがちょっと大きくなりがちになったりだとか、あとはフィニッシュでかなりこうバランスを崩していって体が余るような動きが、まだ未だに見られます。この間の試合のツアー選手権で優勝争いした時でも、かなり最後の方はバランスを崩している。その前の、水野の時でも、最終日の方でやっぱり、どうしてもスイングフィニッシュまでこうスイングがこうずれていってしまうような動作があったということで、まあそういう悪いところを抑えるためにも、とりあえず、できるだけ彼の場合コンパクトにしていきたいなというふうに、まあ、思ってたんですね。で、僕自身がすごい、コンパクトなスイングっていうのはすごく理にかなってると思ってるんで、例えば今だとねジョン・ラーム選手なんか出てきていますが、本当僕がたまたま世界アマに、当時見ていた、日本代表選手を、見に軽井沢の、ね、方にね世界アマがあったんで、そこに行った時に、たまたまねその時デシャンボー選手、それからジョン・ラーム選手もいたんですが、やっぱ見た時にやっぱりスイングがこれから、まあ、パワーヒッター系、それから、スイングがコンパクトになっていくだろうな、それからトップがレードオフっていうのは必ずだろうなっていうのを、まあ、見た時にすごい感じたんですよね。で、まあ、彼らがちょうどその同じ年代ぐらいなんで、プロゴルファーになった時にそういうスイングをで戦えられたらより強くなれるんじゃないかなというふうに思って、当時から相当こうコンパクトにしていって、こんなコンパクトにも球が遠くに飛ぶんだよっていうことを彼が、まあ、ちょっと立証してくれたかなというふうに思います。で、まあ、ちょっと話は長くなりましたけれど、要は彼で僕は何を作っていったかというと、とにかくコンパクトのトップにしていく、それから、フェースローテーションを少なくさせる、インサイドからの動作を安定させてヘッド半個いないぐらいのインサイドアウトで打たしていく、それから、コンパクトな分だけ当然、飛距離、球を遠くに飛ばすためのどちらかというと腰を鋭く使っていくような感覚なんていうのを考えながら、ちょっとこうバランスよくこう配合していったというか、いうふうにしています。ですから本当ね、別に今がまだ完成形ではないんですけれども、まあ限りなくね今は状態がいいかなと。で、結果として、まあ、嬉しかったんですが、まあ、今とりあえず、トータルドライブ、GGTO さんがやられているデータの
では、一応トータルドライブ、いわゆる、球が遠くに飛んだ距離と、フェアウェイのキープ率を、計算していったときに、彼が今一番飛んで曲がらないっていう、データでナンバーワンに 今のところは、君臨しているわけですね。ですので、まあ、どういうふうに、まあ、ちょっとやってるかっていうのを細かくちょっと見ていきたいと思いますね。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。